ベキル・チョバンザーでは、クリミア・タタール人の詩人、トルコ語学者。語学の際に非で、中力書語だけではなく、アラビア語、ペルシャ語、マジャール語、アルメニア語、グルジア語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、英語に通じたと言われる。チョバンザーでは、クリミアのカラスバザルで、羊飼いの家に生まれた。クリミアとイスタンブールで、初等教育を受け、1916年に、 ブダペストのパーズマーニペーテル大学に入学し、博士号を取得。帰郷後、シンフェロッポリの市範学校でクリミアタタール語とクリミアタタール文学を教えた。1922年にはクリミア大学にトルコ学の教員として採用され、1925年にはアゼルバイジャンのバクー国立大学でトルコ学の教授となった。1937年に、 スターリンの大粛清の際に、反政府活動の疑いで当局に逮捕され、同年10月13日に処刑された、毎44歳没。ジョバンザーでの死後20年後、妻の訴えにより、ソ連当局は彼の名誉回復を行った。ありがとうございます。